さあ、久しぶりに爆破モードやってみようかな。ということで、ペーパーカンパニーデモリションプレイしていきます。まあね、いつもチームデスマッチばっかりやっててね、爆破モードやってほしいっていう声が多いんで、たまにはやってみようかなと思うんだけど、まあ私ね、やっぱあんまり爆破モード好きじゃなくて、まあ理由がね、待たされるのが嫌だと。ゲームね、プレイしてない時間帯の方が長くなっちゃうんでね、あんまりやらないですけど、まあ、たまにはいいかなってことで。プレイしていきます。ただ、今回使うのは MP7。まあ、サブマシンガンの最弱サブマシンガンって言われてんだけど、個人的にはね、一番好きな銃なんで、アサルトライフルも含めて、こいつが一番好きなんで、こいつを使ってプレイしていく。まあ、爆破モードね、そんなやってないんで、立ち回りもクソなんだけど、サブマシンガンなりの立ち回りでね、プレイしていこうと思うんでね。まあ、その辺ちょっと見てもらえればなっていう感じかな。はい、スモーク。あそこに焚いて、身を隠して、上に人がいるのを確認。いっぱい上にいるね。で、ここに隠れておく。お、上から降りてきてる。ただ、味方が、バコバコ倒してくれてるね。あんま気にしなくていいかな、これは。いいね。おー。スナイパーがすごくいい動きをしている。いた!はい。で、裏もありますか。足音が聞こえないんで、走っていく。さあ、もう完全に裏を取ったぞ。あ、爆弾取ったんで?多分あそこだな。あ、カバー入ってく。まあ、そんな感じですね。もう、四方八方から詰めてるんで、まず負けはないでしょう。いや、このマップはね、そうだね。どう、まあ、サブマシンが持てたら、まあ、全部守れるんだけど、やっぱね、速度速くてシフトチェンジが容易なんでね、基本真ん中でいいのかなって思います。真ん中行って敵がいる方にチェンジしていくみたいなね。まあ、裏取ってもいいし、真ん中から行ってもいいし。で、まずスモークを。あ、やべ!スモークの位置間違った。意味ね。ま、いいか。やっぱね、サブマシンガン使いはね、ほんとスモーク大事なんでね。スモークを大事に使ってください。こんなね、変なとこには投げないでください。で、入っちゃおうかな。おっと、見られた今。面白かった今。超見てた。どうしよう。はい、ジャンプしてくる。で、まあ、つけられるよね。はい、横から頭抜いていく。多分後ろ、後ろ来そうだな。上から。いてーよし、今だ。今入って。左かな?いたー。もう一人いる。どうだ?おー、なんだなんだ。めっちゃいるぞ。一緒に入ってきたんだけど。超一緒に入ってきた。一人だけ色違ったよね、今。面白い。さあ、三つ目。結構味方がね、いい動きしてくれてるんで、やりやすいですね。まあ、サブマシンガンな、やっぱ爆破だと、どうなんだろうな、あんまり活躍できる気がしないんだけど。やっぱね、打ち合いが弱いからね。大体なんか、出てくるところ決まってる状態での打ち合いだから、もうどっちが頭抜くかっていう感じになると思うんだけど。やっぱね、そうなると、こうやって意表をつくしか、勝ちがない。こんな感じでね、おっと、ストエイムしていく。後ろからやられるが、もう敵3人倒したんでいけるでしょう。はい。まあ、こうやってね、裏取って、スピードを生かして裏取っていくとか、そんな感じかな。できることは。いきなりね、正面でね、打ち合っても大体負けるね。まあ、M4 とか AK とか持ってるやつね、あんま勝てないんでね。よっぽどのね、近距離だったらなんとかなるかもしれないけど、飛び出して撃てば。スピードがね、移動スピードは違うんでね、向こうは調子狂うと思うけどね。それでも不利であることには違いない。あー、いるね。二人はいるかな。二人はいるかな。一人かな。なんか音が一人だな。ちょっと、顔出してみるか。で、おーっと、やばい。上にいた。カバー入るよね。そりゃ。いやー、倒しきれないのがちょっと悔やまれる。
はい、5対、5対2か。今見えたぞ。やってくれ。あー、きついか。さっきの倒せなかったの痛いかな。さあ、残り1人。そっちじゃないんだな。マップをね、見てくれればどっちにいるかだいたいわかるんだけど。張ってますね、スナイパー。まあ、つけられますね。いや、どうしよう。真ん中かな、やっぱり。あくまでサポートっていう感じで立ち回らないときついんでね。さっきみたいに、打ち合い発生するとね、負けちゃうんですよ。まあ、一人だったらいけたけどね、まあ、サポート、まあ、カバー入られた時点でもこっち不利なんで、立ち回りはあんま良くなかった。さあ、グレネード。ちょっと遠いか？もしかして。場所が？ああ。まあ、投げて、ちょっと、上から、やろうかな。おっと、後ろ、一人いた。で、三人倒してるんで、数では結構有利かな。お、終わっちゃった。味方ナーイス。やっぱな、この真ん中大事だね。真ん中のあの奥の木箱で、上から入って B のね、ダクトから入ってくる敵をね、早めに片付けておきたい。つか間に合わないのか、ダクト系。速攻でダクト走ってこられたら多分間に合わないよね、これ。あ、いた。うわ、マジか。これ負ける。もうバレてたか。ちょっともったいないことしたな。ちょっとね、グレで削られてたとはいえ。あんま良くないね。さあ、2対6で、結構絶望的な。これもどうしようもないでしょ。設置されるわ。もうこれ距離詰められて。はい、左。ナイフで。まあ、そうなるわな。いやー、でもあれだな。こういうなんか、1対4とかになったらさ、スナイパーライフルじゃきついよね。それこそなんか、M4 か AK で全部ヘッドショットするぐらいな感じじゃないときついよな。スナイパーだとカバー入れば絶対にやられちゃうからさ。マルチキルできる武器にしておかないと絶対きついかな。さあ、MP7 にサポをつけて、真ん中にいる敵を、おっと、後ろか。やば。左曲がって、いた。よし、一人。もう一人いるでしょ。さあ、出てこい。あ、そっち？うわぁ、ちょっと今クソエイムした。あー、でもこれでも終わりか。いいね。取り返されてますね。アスイッチングサイド。なんか、あれか、まあ、爆弾設置、結構してるか、向こうも。さあ、爆弾をそこで設置しに行きたい。真ん中かな？さあ、真ん中通って。やっぱ B だね。B に行きたい。あ、いきなりやられた。まあ、ここはね、顔出せないんだけどね。上にいるの？あ、味方やってくれた。3対5だよ。キッズ。さあ、どう出る？いや、B 行きたい。あ、いいね、ナイス。3対4。あ、いけるね。あ、後ろ。はい、上から撃っていく。で、2対2。これは勝ちが見えてきた。おっ、A にいる。今のうちに設置しておく。で、味方を囮にして、C4 を設置。こ
これで多分一人でもなんとかなるかな。さあ、ここで。そろそろ来るんで。ほんと、撃ってきてる。さあ、次、ボムね。ボムを。あ、いた。ボムを投げ入れる。さあ、もうこれ、姿出さなくていいな。はい、グレネード。あとね、適当にね、こうやってなんか、射撃してるふりすればね、絶対解除しないからも。はい。まあ、こんな感じですわ。まあね、サブマシンガンだからね、あの距離でキルとかはもうできないんで。でも、ハッタリでね、勝つしかないですね。ここが心理戦ですね。さあ、次も真ん中行きたい。よし、一回爆弾置いて、ロング見てる人誰もいないんだよな。あ、今いたな。そして、速攻でやられてたな。7番敵いない。うわ、なんか投げてきた。もうちょっと C4 取られたぞ。P に一人、まあ、一人じゃない、二人ぐらいいるか。二人かな？おっと、やば、見られた。これ A 行った方がいいんじゃね？これ。これ絶対 A 行った方がいいと思うよね。ちょっと音出して存在感をアピールしておく。で、A 行きたい。ちょっと A 行こうぜ。お、いないね。さあ、ここから。いや、俺先に行かない方がいいんだけどね、本当は。あ、奥にいる。キッズ、どうしよう。おー、びっくりした。ちょっとラジオボイス使おうと思って。ひどい。これはひどかったよ。さあ。いや、でもやっぱね、真ん中、ここから攻めたいよね。いいね、この感じ。ここから出てってやられたか。A の方ね、まっすぐ行くと本当にポジション的に不利だから攻めれないんだよな、あっち。ほら、それこそスモークとか駆使しないと攻めれないからきついから。なるべくね、B か真ん中から A とかしないと結構きついんじゃなかろうか。B 行きたい。B 設置したい。置いて。おっと？あー、やばいな。距離的にきついな。どうすかな。あ、うわ、そこいたか。もう出てきてたか。見てなかった。お？さあ、2対4どうなるか。さあ、スナイパーと、ああ、やられたか。スナイパーが、C4 を落とした状態だ。これ取りに行かないといけないんだけど、もう場所がね、敵にバレてる可能性がある。外した。つか、撃ってない。おー。これ、スナイパーライフルで行くな。いやー、なんか負けてきたなぁ。あー、爆破モード結構疲れんだよな。どうしよう。
サブマシンガンで特攻した方がいいのかな。特攻してなんか頭数減らす方がいいか。なんかみんなが爆弾持ってくれるならいいけど、あんま持ってくれないんだよね。C4。なんかね、アジアサーバーとかサウスアジアサーバーだと爆弾持ってくれる人がね、少ないんだけど、まあ、最近はね、ピンの関係上やらないんだけど、ノースアメリカとか、なんかね、あっちの方ってね、みんなで爆弾取り合うんだよね。なんかね、面白いよね。向こうの人たちって絶対爆弾誰か取りに行こうとするんだよね。なんかよくぶつかるんですよ。私基本爆弾持ちたがりなんで。さて、7番。いやー、こっち出てくるな、確実に。うわー、1対5か。1対5か。いた。1回隠れて、ここで出てきたところを。あれ？来ない。あ、音が聞こえる。後ろ。さあ来い。はい。あ、マジか。頭抜かれた。こっちもな、結構頭打ってたと思うんだけど、やっぱね、サブマシンガンですね、ここは。てか、人数が少ないじゃん。そもそも。入ってきた。よし。さあ今度右から行こうかな。そう、もういる、もういるし。あ、二人いる。お？あ、そっちにいたのか。いや、相当制圧されてんな。かなり制圧されてたな、今の。これもうきついんじゃないか、これ。ガンガン押してきてるからね。あ、5対7か。次ラストってことは、多分ね、こっちのメンバーがあまりね、積極的に動かないことを向こうが知ってるし、スナイパー多いんだよな。バランスがちょっと悪いな。3人スナイパーでしょ。3人スナイパーはさすがにきつい。一人か二人にしてほしいな。もうガンガン多分攻めてくると思うから、有利ポジションでちょっと待ってようかな。山張って。どうせなんかナイフ持って突っ込んでくるべ的なね、考えで。待つが来ない。そろそろ来てもおかしくはないのだが来ない。ってこと逆だな。こっちから来てないな。もうシフトした方がいいか。一応見ておこう。なんか入って、いた！一人やって、もう一人いたね。はい、おっと？ちょっとクソエイムしたか。やっぱね、武器のバランスは結構重要ですね。ね、スナイパーライフルだとね、カバーに入れないんでね、そんないっぱいいても。別に一人とかならいいんだけど、アサルトライフルのね、後ろにスナイパーライフルついてあるったところでね、カバーができないからね。ちょっとね、まあ、サブマシンガン使ってる私が言うのもなんなんですけど、もうちょっと AR を持っていただきたいなと思った。そんな方が多分、組織的な動きができる。てな感じで5対8でね、負けちゃいましたけどね。まあ、たまにはね、爆破モードも面白いんで、本当にたまにですけどやっていこうと思います。負けたけど、キルは、まあ、キルしてもなって感じですね。はい、今日はね、以上です。次の動画でお会いしましょう。